はい、こんにちは。こんにちは。江端夏樹と江端瑠衣です。基礎体力のつけ方を、はい、話していきたいと思います。はい。全くやってない人とか姿勢とか、うん、あとはその、まあ、横隔膜って言ってね、その呼吸の使い方、呼吸の仕方みたいなのを教えたりするけど、まあ、ある程度それができて、あとはじゃあ基礎体力をつけたいよっていう人は、まあ、ランニングとかね。そうだね。僕たちはもう毎朝10キロぐらいは絶対走るんですけど、うん、まあ、それはロングで走るのには、体力をつけるためにロングで走るっていうのがまず一つで、もう一つ、まあ、よくあるのは短いけどダッシュとか、うん、階段ダッシュとかするのは、うん、足腰の強化。もうキックボクシングっていうのも本当に6割ぐらいが本当に足の踏ん張りが大事なんですよ。パンチ打つのも実はもう手じゃなくて足なので、うん、足のこのフィジカルがちゃんとしっかりしてるとパンチが強く打ったりとかバランスよくこう打てるようになるので、うん、まずはその足腰を作るって部分では階段とか、うん、坂道ダッシュっていうのが必要なのと、うん、もう一つ心拍数だね、うん、こうバッといきなりこう心拍数を上げて、うん、こう息を上げる練習っていうのもしとかないと3分間思いっきり戦ってる時に体力が切れちゃうので、うん、そのためにやる。でも本当に基礎的な体力となるとやっぱランニングが一番かな。いいね。ランニングと、うん、あとはその縄跳び。縄跳び一番いいのはやっぱ、うん、僕たちもねチャンネルで紹介しましたけど、どこでもできるし、うん、まあ場所もね限られてるし、まあ、ランニングみたいにどっか行っちゃって帰ってくるっていう時間40分とかね1時間とか時間がない人でも10分とかでも効率的に結構強度が強い運動になると有酸素運動だよね。そうだね。あとリズム感もあるので、うん、縄跳び結構基礎的な体力つけるかな。そうだね。基礎体力でいうと、ね、縄跳び、ランニング、ロングのでその後に、坂道ダッシュとか階段ダッシュ、この3つが基礎体力であって、うん、まあこの階段ダッシュとか坂道ダッシュっていうのはもう本当にアマチュアで試合しますとか、うん、プロで試合したい人向けですね。その3分間こう思いっきりバッてこう心拍数を上げて戦いたい人って、うん、そうじゃなければその縄跳び と、ランニングっていうのがまあ2つ基本的な基礎体力のつけ方、うん、でこの違いは何かっていうと、縄跳びの部分でいうとこの足首を使ってこのリズム感をこうつけるトレーニングができるので、うん、縄跳びっていうのはふくらはぎとか、うん、あとはこのトントントンと飛ぶ力っていうのをこの構えた時のこのリズムの力っていうのを整えるために縄跳びをやります、うん、で僕たち言うと30分ぐらいだね。そうね、うん、プロだと30分ぐらい飛びます、うん、もうトン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 で30分飛ぶ、まあ、理由としてはリズム感をつけるっていうのとともに、うん、その足首のこの柔らかさ、うん、そしてこのふくらはぎを使うっていうのを強化するために縄跳びを使います、うん、で走る、うん、これだとまあ全身を使うんだけども、うん、この太ももとかその足の内転筋とか、うん、ふくらはぎでこう地面を踏むこの力とかも全部合わせるのがランニングなので、うん、2つはやった方がいいね、うん、僕たちはその有酸素運動っていうのにすごい、うん、考え方をすごく大事にしてて、10キロを1時間ぐらいで走るね、うん、そうね、ゆっくり走ってるね、うん、そんなにこう早くは走ってないかもしれないね、うん、長い間ね、何考えて走ってるのかね、大きく、うん、いるんですけど、まあ音楽聴きながら好きな人は走ったりするのも、うん、もう気分よく走れるし、気分転換になるし、うん、実際ね、何も聴かなくてもちょっと走りながら瞑想してますみたいな、まあ、強者もいたり、うん、まあ、僕なんかそういうのが好きだったりするんですけど、あともう一つはその勉強しながら、まあ、ポッドキャストとか、うん、今オーディオブックとか走りながら聴けるものも本も読めるし、うん、本も聴けるしか、そう勉強しながら走ったりできるので、結構ランニングのこの1時間って自分の中で重要な時間だったりして、そういうふうにこう時間を使ったりすると、まあ、健康的にもいいし、うん、勉強もできるしね、知識も増えるしっていうので、うん、有効的に使えるかもしれないね。そういうふうにやると毎日の習慣になりやすいから、やっぱり基礎体力つけたりするのにはまあ少しこうやって毎日の習慣にしてあげる。そうだね。それでもすっごく大事で、うん、こう、うん、練習する中の、うん、1週間で言ったらこう本当に30分でもいいから、うん、こうちゃんと続けるっていうのがすっごい大事で、うん、例えば1時間を週1回よりも全然20分をもう週3とか4のが全然その体力的にアップするんで、やるんであれば無理のない範囲で、まあ、最初きつければ20分でもいいので、もうちゃんと朝の時間決めてこの時間を走るっていうのを週3作るとか習慣化していくっていうのがすごく大事で、短くてもいいからとにかく続けるっていうのがすごい大事だね。これよく男性だってあるのが、もうよしやるぞと思ってその日めちゃめちゃ走って膝を壊す、腰を痛める、うん、でもこれがもう
あるあるそう、ね、ランニングは結構膝つけやすいよね。そうだね、体力つけたいっていう人のやってしまいがちな2大要素だね、うん、一番最初本当に慣れるまでは、うん、ウォーキングとかでも、いやそんな、ね、もう少しできるよって思う人いると思うんですけど、ウォーキングとかってすごい良くて、うん、逆にこう走ったりすると上半身こうね、こう固めてというか、うんうん、ある程度こう固めてこういう風にしないとね、ブラブラこう走れないので、うんうん、歩く時って結構手足ブラ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 しながらこうやって歩けるから、うん、全身のこの筋膜とかって深い層の筋肉とかって動かすのってちょっとこうやってゆらゆらとこうゆっくりこう動かした方がいいんですって、うんうん、なのでこのウォーキングとかしながらもうポッドキャストとか聞いてね、うん、もう僕なんか今日曜日は休みなんだけど、ランニングもね、毎朝してるけど日曜日もするんですよね。でも日曜日本当にもうめちゃめちゃ疲れちゃったなと時とかウォーキングをこうブラ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 したりするのも結構いい回復につながったりするから、一番最初の人ウォーキングとかでもね体ブラブラいいかも。しかも、ね、走るポイントで言うと、ね、走る時ってさ、うん、小学校とかマラソンとかやするからこうやって走るじゃんみんな、うん、でもあれってものすごい膝とあとその股関節痛めるんですよ。これ一番そのランニングの初心者の人にやってほしいのは、歩くのって歩幅これぐらいじゃないですか、うん、普通にこれぐらいだよね。そう、この幅で走るんですよ本当は一番最初ね。こういう風にもう手だけがちゃんとこういう風に肩甲骨引いてこういう風に振るじゃないですか。したら足の幅って本当これぐらい、これぐらいでトン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 走ってる。こういう風にこれが本当の走り方なんだけど、男性って力もあるし、うん、もう古いそのマラソンの仕方とすると歩幅を大きくしてこうやって走ろうとするから膝と腰痛めるんですよ。だから走るときはもうウォーキングから最初始めてみて、そのウォーキングが速くなるだけ、うん、そう歩幅はちっちゃくで手を振るっていうだけでランニングでできるので、うん、これちょっとやってみた方がいいと思う。一番最初試す人はウォーキングからやって足の幅を覚えたら、足の幅から、1週間は最初ウォーキングだけ、うん、もう全然運動してないでしょうね、うん、でそこから走るってなったら歩幅はそのままでちょっと手を振るだけっていうのをやっていくと怪我しづらいよね。ね、そうだね、基本的にはね、うん、歩幅小さくは結構いいかもしれないですね。すごく、うんうん、ちょっと物足りないかなってところで大丈夫です、うん、よし今日もやったっていうストレスがめちゃめちゃかかった練習っていうのはなかなか続かないから、最初はちょっと物足りないなと思うぐらいでいいんですよ。でそれでも十分出たことによって練習にはなってるから、少し物足りないなって思うところで最初やめていいんで、それをとにかく続けること、週3だったら週3大事よ、ね、絶対やるっていうのも決めた方がいいかな、うん、そうね、うん、ランニングと、であとはまあ僕たちやってるのはダッシュトレーニングだね、うん、とかは結構まあ人それぞれ解釈あるけど、僕とムツキでもちょっと違うするかな、ね、うん、俺なんかは体の使い方をすごく大事にするんで、うん、僕がこうやったそのダッシュトレーニングっていうのはもう本当足の接地面をどう使うかとか、うん、足をどう上げるかとか、僕は沖縄行ってそのランニング合宿して自分でやった時はそのトレーナーつけてやったんですけど、その時は足の接地面どう地面に対してこう地面をつけるか、うん、そのついたところの力を伝わって体をどういうふうに振って、逆に接地面ってどうやって、接地面はほとんどだからつま先じゃないってことだよね。ほとんどその足がべったり 100% 足が、え、階段で言ったら、そうべったりこうつくでしょ、うん、これが100だとしたら、うん、50前半50をつける。大体みんなつま先でこういう風に走っちゃうから、うん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 、20% ぐらいの力で動いたりとかふくらはぎばっかりくるけど、うん、僕たちの場合は50をこう意識する、すると50を意識するってことは頭の位置だったりお腹の位置だったりは出てたり引いてたりしたらできない、ちゃんと体の上半身が固まってないと足の接地面50でこういう風に足って上がんないんだよね。でこの50をつけて上がってるところでも、うん、この腸腰筋だったりって使わないと、太ももばっかりこうやって上がってたら50はつかなくなってくるから、うんうん、こういうのも自然と上半身を作って、うんうん、足の接地面、まあ、確かに階段とかやってるとつま先で上がってたら膝痛めるもんね。そうだからそういうのも僕とかはそうランニングがむしゃらにこうきつい練習やる時期は10代とかもうとにかく死ぬほど走ってみたいなやってたけど、うんうんうん、今とかってやっぱりその体の使い方で全然体力も違うし、うん、そうだね、だから結構そこを意識したりとか、あとはもう一つはやっぱりね、単純にやっぱ走り込むってことによって、自然にそれが分かってくるっていうところもあるね、うんうん、
なんか、ねうん、走り込むことによってもうつま先だったら走れないんで、うん、徐々に徐々にそこを使えるようになってくるっていうのも大事じゃない。でも、うん、今のやつは、うん、みんなも分かってた方がいいところだね。怪我しにくいもんね、うん、そうだね。結構そういうところに意識してもう怪我しないようにやって、だから僕たちのはダッシュトレーニングっていうのは心肺機能もそうだと爆発力だよね、うん、そうね。こう一瞬でこうねキックボクシングって一番ねすごいスピードの速さで爆発的な力を出すっていうのがやっぱり競技の特性でもあるから、うん、そういう爆発的な力を使うっていうのにダッシュトレーニングだったり、あとはその負荷をちゃんとつけて足腰を強くしてね、うんうん、やっぱりその足腰がバランス良くないとキックパンチ強く出ないのでっていうのも含めて、まあ、ダッシュトレーニングはやってるね。やってるね、うん、まあだから順番的で言ったらウォーキング、うん、で、うん、その次ランニング、うん、でまあランニングと縄跳びでしょうね、うんまあ、そこから入ってでもっと、試合に向けてとか、うん戦いもっと戦いを強くしたいとか、うん、フィジカル強くしたいっていう方だったら、うん、その階段トレーニングダッシュトレーニングかな、うん、うん、それが、まあ、順番かなやるとしたら、うん、そうだね、うん、まあどのトレーニングやるにしてもいきなりやるときはやっぱりその体の自分の使い方っていうのは、うん、ちゃんと自分で意識してやんないと。そうだね、何のためにやるかっていうのはものすごいやっぱ大事です、うん、ただ階段ダッシュやつも意味ないんで、うん今自分に何が必要かっていうのは見極める必要がありますよね、うん、まあそれが、ジムに行ってるんだったらトレーナーに聞くとかでもいいし、うん、何のためにこの長い距離走ってて何のために縄跳びやってて何のために先道ダッシュをやってるのかっていうのが分かんないでやってると全く無意味になるので、うん、僕で言ったらその今の階段ダッシュその坂道ダッシュっていうのはその下半身の強化でパンチ力を強くしたいから、うん、キックを素早く出したいからっていう目的のためにやってるので、うんちゃんとそこの実際に練習になった時にそれが使えるけども、うん、何のためにやってるか分かんないでこれをやってるただ疲れて、うん、パンチのキックにもつなげられないんで、うん、大事なのは何のためにやるかっていうのは絶対にトレーニングだから意識することっていうのは大事だね。まあ基礎体力でいうとそんなところです。ちょっと長くなってしまったんですが、はい、これをちょっと意識してみてください。まあ順番で言ったら、はいジョギング、ランニングの後に、そして坂道ダッシュ頑張ってきたらね、そう、そう、それをやって見てください。はい、いいね登録、そしてチャンネル登録の方よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。